俺だ。もう全員で勝ち点3取って、はいはい、最高の開幕戦にしましょう、はいはい、準備は大丈夫ですか、はい、そうですか、はい、戦えます、大丈夫ですか、はい、大丈夫です僕は大丈夫です、戦場よということでじゃあ、はい、みんなで一つになって戦いましょう、はい、おじ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 さんぽ、おじさんぽぽぽぽ、おじ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 さんぽ、おじさんぽぽぽぽ、おじさんぽ、おじさんぽ、おじおじおじさんぽぽぽぽ、おじさんぽ、おじさんぽ、愉快なおじさんぽぽぽ、おじさんぽ。おはようございます。本日ウォーキングヘッドボール、はい、体験会実演会なんだまあ分かりませんけども、はい、名前が、まあ、神田主催の、ウォーキングヘッドボール、第1回目ということでね、はい、まあ目指せ100回ということで、まずその何度終わるんですか、100回で終わるんですか。いや100回でもまず目指せ100回ですよ。あ、そうですね、はい、そうですね、本当、はい、すぐ人の上げ足取りますよねいやいやいや、本当ここぞとばかりに、いやタイヤパンクしたこともう世界中に広まってんだから本当世界中に大きい声出せないよ失礼な芸人みたいに声がでけえみたいなやつ出川さんみたいな感じで空気読めないく朝からテンション高いなこいつみたいな感じ思ってるでしょ。いや、そういうことじゃないです。いや、それあんま小声にしてるとかあるけど、会ってすぐ30秒でディスりますからね。本当そんなことないですよ。本当恐ろしい男ですわ。奥さんどうだったんですか。奥さんは大丈夫でした。いや、多分諦めの気持ちになってたんじゃないですか。あ、諦められてました。でなんかびっくりしたんですけど、はあ、なんか夜もなんか行事あるんじゃないの。いや、あるけど、はあ、
いやなんか、いや行ってもらっても全然構わないよみたいな。え、どうしたんですか。とかとかって本当にみたいな感じで。明日雪降るんじゃないですか。いやでも明日もあるんだよって。あ、明日もあんのみたいな感じで。おまあいいけどみたいな感じで。どうしたんすか。いやなんか諦めの境地ですかね。諦めの境地だけど、諦めの境地だったら無言の境地になるんじゃないですか。そうっすね。いやだけどなんかまあ今日普通に会話してましたからね。ああ本当ですか。いや本当はあるんでしょみたいな。いや本当はあるよって言ってたんですけど、じゃあ夜来るんすか。いやだからどうしてもいいんですかね。いやそれはもうマサさんと奥さんの、いやこれだから戦術的に距離感、距離感。いや戦術わかんねえ。神田結婚したことないからそこの距離感だけわかんないですわ。いやだけどまあまあ一回帰って様子見たらいいんじゃないですか。いやお昼ぐらいまで連絡よこせって言われてる。じゃあもうマサさん決めろってことじゃないですか。そうですね。はい、あ、だからまあちょっとそういうことですよ。はい、あ、報告です。いや報告ですっていうかどうするか決めてくださいね。いやまあまあちょっと気持ちはいける方に考えてるんですけど。ああ、はい、まあまあ無理なさらずにということで、はい、そうですね、まあ、はい、急遽参戦できそうです、はい、帰ってあの神田の幼馴染みたいにね、あのチェーンロックかけられてて神田の家に避難してくるとかいうのもありました、ありましたんで。いや私の場合ハイエースなんで大丈夫、はい、いやいやハイエースがあるから大丈夫とかじゃないんですね。はい、それはもうちゃんとあの神田があのちゃんとあの宿泊費を出しますんでそれはもういいんですけど、はい、そのハイエースがあるからとかじゃなくて、そのやっぱ夫婦関係をねうまくやっぱり言ってほしいじゃないですか。いやだから別にそんなになんか、あ、本当ですか。はい、なんか、いや本当あるんでしょみたいな。いや、あるんじゃないか。まあ神田の文句から、あ、電話かかってきましたね。なんだろう、ドキドキしますね。マサさん、愛する奥さんのためにかき氷作ってあげたらいいじゃないですか、ね、家で。そう、家で食べたいって奥さんが言ってるんだから、うん、まあ、じゃあ特別サービスしますか。はい、だけど多分あの一人で作ってもテンション上がらないと思いますもんね。はい、隣近所に振る舞いますか。いや、そしたらかき氷代なんぼ使ったんで言われるじゃないですか。そうですね、やばい、はあ、それはそれで、はい、さじ加減がね、大事ですもんね。そうですね、難しいですね、女性って。本当に分かんねえわ、距離感が。うん、それは永遠のテーマって。はい、永遠のテーマですね。そのちっちゃいのに合わせたらどれぐらいですか。これもいいですか。はい、そうすると14.5 で。いやー、いいですねこれ、はい、買っただけありますね。いやこれちょっと本格的じゃないですかこれ。本格的ですよね、はい、これ注文したやつですけど結構良かったです ね、 そうですね。結構でかいですねこれ。これ買ったんですか。買ったっす、注文で。結構良くないですね。いやすごい、扇風機持ってきて。よっしゃ、買った扇風機運びましょう。写真動画ですか。どっちもです。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。すごいですかこれ。準備できました ね、 そうですね。いや皆さんありがとうございます。いやあとはどれぐらいの方が来ていただけるかですね。方が来ていただけるか。いや準備しまくりましたからね、はい、いつからですか。2月から、ね、2月から準備してきたことが、はい、一つ実現ですね、はい、いや暑いですけども、はい、帽子と踏ん張り、二踏ん張りしましょう。皆様の笑顔のために。あれ、これどっから開けるんだ、これ分かんない。どっから開けるの、これどっから開けるの。あ、ここか。不器用だからね、神田は。見た目によらず不器用なんですよ。私不器用ですからね。ね、ポップ屋でありましたよね、そんなのが。そんなのがあって、ケンタカクーラーですね、ケンタカクーラーっていう感じで。さあ行きますか、今日暑いっすね、マジで。35度ぐらいあるのかな。
暑。本日いつもね応援を応援してくださってる磯っ金醸造工場さんのクラフトビール、提供してくださいました。今回も前回に引き続きクラフトビール、ありがとうございます。磯っ金さん、皆さんで美味しくいただきます。いや、おしゃれ、すごい美味しそうですね。ちょっとねウォーキングフットボールやった後みんなで乾杯していいんじゃないですかね。そうですね、青空レストランみたいな感じで、はい、いやすごい、こんなにもたくさん提供していただきありがとうございます。磯丸さん、はい、あと50分ぐらい提供してほしいですね。最高ですね。はい、最高、ありがとうございます。はい、美味しくいただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おー、いいですね。これが専門だな。専門ですね。それいいっすね。いや、いいですね。やっぱこれがいいやと。そうですね。バッチリ。けど、お客さん、まさにやん、誰も来てねえっすもん、まだ。え？まだ誰も来てねえっすわ。まだ早いっすもん。早いっすか？早いか。どうっすか？あ、ハニー神社。ブルース結構なんかうまいですね、生姜が効いてて。でそれほど生姜も効いてない。あ、本当ですか。ような、まあ、生姜の香りはするけど、そう、へえ、少ないんで。そうそう、蜂蜜も入ってるでしょ、これ。あ、蜂蜜入ってるんですか。蜂蜜も入ってる。へえ、でもまあ動画回してるからまずいとは言えないですもんね。そう、はい、そうじゃない。スポンサー様だから、はい、言えないですもんね。ハニー神社やっぱ入ってるよ。結構いいかも。マジっすか。なかなかほら新潟じゃ見ないから、これ結構貴重ですね。じゃあ頑張ってこれを新潟に根付けていきます。神田は欲しい方はぜひ神田にお問い合わせを。まさにやがとりあえず280本くらい。はじゃないわ。はじゃないわ。素のはじゃねえわ。200じゃなくて280っていうのは。280。買ってもらいましょう。ああ、そうそう、360。1日1本。そう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 。じゃあみんな飲めってこと。みんな飲めってことじゃないですか。なぜ2回言った。はい、選んでくださいよ。3種類。これと山口ウスタンド、山口クラフトビールです。うんうん、これがリンゴ。あ、これ、ね、リンゴあるの？あ、リンゴあったでしょ。特産リンゴ。あ、リンゴ取ってるのかな。あ、持ってきましたよ。すごいでしょ。はい、はい、重いけど持ってきます。ありがとうございます。オッケー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 。もうシャワーかけ、シャワーかけ。オッケー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 。シャワーかけ。これ多分あの二人でやらないと無理ですね。どうですか、美味しいですか。美味しいけど冷たい。冷たいから美味しいですか。どうぞ。どうですか。美味しい、美味しい。あ、すごい。ふわふわでしょ。うん、違うでしょ。違うでしょ。7万5000円ですから。よーい、スタート。はい、スタート。はい、多いね。よっしゃ、シャワーかけ、シャワーかけですね。あ、やばいやば。シャワーかけ。よっしゃ、どうですか。はい、行きます。よーい、セーフ。よーい、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 うまそうだ。ストップ、うまそうだ、それで。はい、いや、出来上がり。イエーイ、おいしそうやろ。やばい、おーい、えーい、どう、食べていいよ、食べて。さっきやばいとこなってた。あ、そう、ちょっと食べてみて、食べてみて。どう、僕は練乳持ってきたから。レンギ誰がいい。おいしい。いや、なんかおかしいな。この話おかしい。おいしい。あ、よかった。よかった、よかった。いる。あー、落ちちゃった。大丈夫。いいね。ダメだ。どうどう。今僕食べない。おいしい。ふわふわ。それももったいないね。落ちるよ。でっかい方がいいじゃん。いや、あれ作ったら風飛ぶんですよ。あ、なるほど。そうなんですよ。だからちっちゃいのにしたんですよ。なるほど。ハワイにいる感じだね。アロハーって感じだね。本当に苦笑いだわ。苦笑い。
まあそうだ、苦笑いでしたわ。神田さん食べないの？神田ね、あの昨日しこたま食べたんだよね。しこたま食べた。いや、おじさんぽ歌って、おじさんぽ歌ってって、マサさん。え、はい、リクエスト来たよ。あ、そうなんですか。はい、歌わなきゃいけないですか。あれ、マサさんが歌ってるんですか。はい、おい、マサマサやれよ、しっかり、マサマサ。マサマサ、ボール取られたぞ、マサ。あ、マサ止まってるぞ、マサ。サボるな。プレスバック、プレスバック、プレスバック。スーパーシュート。谷口海斗来ました。谷口海斗。いやいや、松田栄太郎の方なんで。はい、推しは松田栄太郎の方なんで。はい、じゃあ幻ではないけど、すごいミラクルシュートが来てゼロ。はい、はい、握手、握手、ミカさん握手。ありがとうございます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 。いやいや、まだ1試合、まだ1試合なんで。しかも4分1試合でしょ。時間もなかったし、なんか振り抜いて、みんなの思いが繋がってるし。ぶつかってるし。いや、美味しいっすか。いや、初めての食感で。本当っすか。食べれないんだ。リンゴですよね。リンゴストビール。あの、鼻が繊細なんで。あ、本当っすか。へー、すごい。まあ、冗談ですけど、あの、これはこれで美味しいなと。へー、リンゴっぽくないのかなと思ったら、リンゴっぽいんですね。うん、あの、全然。これもお母さんもだ。そう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 。ハワイから来てくれるってすごいですね。ハワイから。あー、チーム神田もついに世界進出ですね。アルビレックス新潟に先にちょっと世界進出ということで。アジアを飛び越えて。アジア飛び越えて、アメリカ合衆国、USA 行っちゃったんですね、USA。ハワイから。すごい。はい、じゃあお願いします。お願いします。はい、キャプテン。いや、マサさん、いつからキャプテンになったんだ。お前出しゃばるな。お前、お前が出しゃばらないけど、山田が出しゃばった。はい、じゃあボールビブスからいきます。負けたんかい。出しゃばって負けたんかい。取った、シュー。マサ、そっち見ながら下がる。山田、中絞る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 。トラップよ、止めて蹴る。意識してよ、今。後ろ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 。あー、止めて蹴るよ。やだ、バイバイ。逆さん、逆さん、マサだ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 。いやー、ぶっつける。マサだ、もう、オーケー、いや、そこ止め。
マサさんディフェンスサボってる。ミカさん、ミカさん、山田さんがいた、山田さんがいた、こっちおるよ、こっちおるよ。あー、いいとこ、いいとこ、あ、やばい、カウンター、戻って、やばい、シュート。はい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 、横横横横、いやいや、もう後ろ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 、まさ、キープ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 、マイク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 、後ろ後ろ、ナイスパス、やばいやばいぞ、落とし落とし、やばいやばい、戻れ戻れ戻れ、はい、決めた、はい、決めた、はい、決めた、よしよし、オッケー、ボール前入って、マスター、マスター、そこ、やべ、足、いや、股関節やばかった、足が短かった、今やば、ボキブチっつった、多分ブチっつった、やば、ブチっつった、今股関節が、あ、マスター、落とし落とし、いや、そっちじゃない。あー、ダメか。ゼロゼロですかね、はい、じゃあ5対5の引き分けということで、5対5の引き分け、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、神田さん、ハム負傷、ハム、そう、いやいや、股関節多分切れば切れ出す、また開きすぎた、股関節切れ出す、交代だわ、負傷、負傷だわ、どう、美味しい、美味しい、食べてみて、あ、食べ、こっちで食べてほしい、こっちで食べて、こっちで食べて、ダメ、行くよ、こっち行くよ、いや、危ない、止まるか、止まれ、はい、ゴール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 、行くよ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 、はい、前行って、OKOK、 OKOK、 はいはいはい、もう一回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 、マリさん、マリさん、振り向いてシュート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 、おや、来たちゃん、あー、惜しい、いや、惜しい、惜しい、どれぐらい、どれぐらいがいい、本当、氷美味しい、何でもいい、氷美味しい、何でもいい、本当、ハワイから来ただけ買いあったね、何でもいい、シュートなし、シュートなし、さあ、打ち上げは大昇龍さんです、いやー、楽しみだ、じゃあ皆さんお疲れでした、明日の鹿島戦勝ちましょう、乾杯、お疲れです、決起集会、お疲れです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 、どの向きしてもいいかな、やばいな、うまい、最高、最高、コーラを一つお願いします、コーラを、はい、すみません、お願いします、今日京都入ったの、誰が決めたんす、 VAR、 VAR は、 VAR、VR なし、誰が決めたんす、誰が決めた、京都の誰が決めたんす、モンゴルのバンド、はい、玉本、オリンピック、メキシコオリンピックの玉本、え、な、マジで、え、嘘、なんで、何があったん、何があったん、
VR は？ああ。ディフェンスが柔らかしてシュート打たれた。うわあ。うわあ。まだ間に合わない。やばいな。PK PK 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 で、あのでも大昇龍さんっていうあのホームでコンサートサンガの試合見てるけど俺たちもどうかと思いますよね。アルビの試合がないからいいですかね。はい、大昇龍さん、あ、いけ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 、よっしゃー、よっしゃよっしゃよっしゃ、よしよしよし、サポート、オッケー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 、何これ、よしよしよし、で、あれですよ、この PK 取ったら、この PK 取ったら3点もらえるんでしょ、決めたら3点取られるんですよ、バスケと一緒で、今からスリーポイント、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 スリーポイント前半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 でしょ、もういいよいいよ、エリア外だったんだ、 BK じゃないの、エリア外だった、あ、そうなんすね、コーナーコーナーから知ってマジかで、まず1点取ったら変わるっすかね、1点取って とりあえず1点取ってほしいっすね。ちゃんとあの案内してもらいますねえ、酔っ払いじいさん、ねえじいさん頼みますね、無駄に歩かせるのやめてもらっていいです、健康なんでしょ、健康なんでしょ、じいさん頼むよマジで。俺道知ってっからっつってね、わけのわからんとこ出たら俺わかんねえこの道って、頼むよマジで。山田聞こえる？山田、あの何分で来るの？諸先輩方が待ってるよ。何分で来るの？もう遅刻だよ。駐車場空いてない？そんな言い訳は言わないよ。何分で来るのかって聞いてんじゃん。ああ、諸先輩方が待ってるぞ。お前は9時スタートなのに、お前もう28分だぞ、山田。それ山田さんも。お前分かってるよな。分かってますよ。俺は山口から来てんだぞ。目が。何分で来る？もう着く？もう着くの？あと何分？もう着きますよ、もう着く、さすがに学習したな、前回から学習したな。Bダッシュ、めっちゃおもろないな。まあ、とりあえず気をつけて。山田さんも何か後からしましょう。お疲れです、西川です、西川お疲れです、30分遅刻してきた山田も来ました。30分も、ね、30分も時間を守らない山田さん、前半30分終わったら終わりでしょ。試合ほぼ終わってます。だろ、野球だったら5回ぐらい行ってるぞ、5回、いや1時間で5回ですね、なあ、もう3回ぐらい終わってるよ、もうチャック食いたかったな、え、チャック食いたかった、まあ来月行ったらええやん、7月3日来るから、はい、予約した、はい、7月3日、何の嫌なのかよ。いやいや、大昇龍さんに、はい、そろそろ行くやろ、美味しいから。なんか大昇龍さん食べに来てんじゃないかって、なんで噛むんそこ。そしどろもどろな、最後まだ酔ってないの、酔ってないの、いっぱいも飲んでないのに。ナイス、飲んだ後面白い一言言ってくれるやろ、
飲んだ後面白い一言ねえ、飲んだ後面白い一言え、俺芸人じゃないっすそうな飲んだ後も面白いこと言ってくれるやろまだ一杯目っすよ、え、まだ一杯目っすよやっぱ思んなかったっす、皆さんすいません、皆さんすいません、思んなかったです、すいませんでした。あ、コンサス来るの、なんてこと、え、行っていいんすか、いや、ダメ俺、ナルルさんに会いたいんですよ、いや、ダメナルルさん、会いに行っていいですか、ダメナルルさん、ナルルさん、ナルルさんがうるって、いや、多分、そんなあのさ、ナルルさんと仲良くないし、会ったこともないじゃん、そんな気安く呼ぶなよ、ナルルさんの名前、ナルルさん誰だよ、タルルートみたいな感じで、タルルートみたいな感じで言ったけど、ナルルーさんで、なんなんそれ、ちょっと俺もツッコミ噛んだけど、ナルさん誰なんナルさんって、もう名前変わってんじゃん、で、みんな行く、私はセクストだというもの見つわりです、いけないけど笑えないよ、うん、いや、それでで行って、なんかちょっとみんな並んでる間に神田さんに会いに行くんですよ、嬉しすぎて席むせてるよ、むせ上がってる、うちの新人くんみたいにさ、おえつる泣く、だからそれで神田さんに会いに行って、2回ぐらい抜けたんですよ、だからうちの死ぬんちゃうの、大丈夫、死ぬんちゃうの、嫁にめっちゃ聞かれたんですよ、うん、52歳にして死ぬのがいいだからその1回まず様子見で神田さんと会ったけど、まあ、もう1回じゃあちょっと様子見てまた来ますって言って、で一応行って席着いたんですよ、その自分が完成する前、はい、でそれでまた戻ってもう1回会いに行こうと思って、で写真撮影するって、でその間に なんか どれが趣旨なのみたいな話になって、うん、いやどれが趣旨って、お前が行きたいから来たのなみたいな感じになって、そこから始まったんですか、そこで大きな亀裂が入るベルリンの壁ができたんですよ、ベルリンの壁が、神田さんと会った瞬間に俺はそういう風になった、いやいや俺のせいにするなって、何でもかんでも俺のせいにするな、お前の日頃の行いだろ、先輩ですけど、はい、俺、まあまあ、講師行きますよ、講師行きますよ、何を、壁、え、壁、いやもっと壊れるからもう修復になるから勘弁してください、もう現状維持もできないから山田さん勘弁してくださいもうそれは勘弁してください、ね、ちゃんとまた遅れてたのに、なんで最後の最後ね、こんな雑な接触になるんですか、なんでこめかみ殴るよ、もう一回先輩ですけど、もう一回やっていいですよ、なんでだろうね、あなたの携帯ですよ、こんな間違って、どんどんな、あ、なんかいろいろおっしゃったって、いや、わかんないぞ、それは頼みますよ、マジで、じゃあ待ってます、ずっとさっきから待ってるんですよ、すごいね、衣装も奇抜じゃないですか、あれって多分山本さん歳かなんか、そうそう、確か山本さん歳か、後輩だったらズンってなるんですよ、ズンってなるコンセプトアルバムってね、英語で流行ったな、本当に結構ありますね、これよりありがとうございます。